どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていきましょうということで、もう一個こちらということで、東京都庁公文書紛失削除意図的という感じ、まあ、削除ルールその2ということになるわけなんですけれども、視聴者の方というか、まあ、ツイッターでもやり取りとかしてたりとかして、まあ、いろんな方から要するにやったんですけど、東京都の職員が謎の死が出るのではっていうふうな話になるんですけど、はい、私からアンサーとして言っておきましょう。謎でも何でもなく死ぬ可能性あります。はい、でここで注意しとかなきゃいけないのは、謎の死っていうんで出たら皆さんが警戒しなきゃいけないのは、簡単に言うとひまそらさんとなるさんだけです。いいですか。ひまそらさんとなるさんだけです。はい、この二人が要するに何か知らんけど死んでしまったぞってなったら非常に危ない事態ということになります。非常に危ない事態ということになります。でポイントになってくるのはここなんですけど、ひまそらさんとなるさんが一番真っ先に狙われるところということになります。逆に言うと、多分この公文書開示とかでもしひまそらさんがサイドに寄ってて、要するにやってるところっていうに対しての謎、それで要するに死者が出ましたって言ったら、それは謎の死とカウントしてもらっていいです。でおそらくですが、私一番多分死なないです。この登場人物の中で一番死なないの私です。なんでか、実名だから。すぐわかるから、顔出ししてるから。わかりますか。名前出して顔出ししてるっていうのが皆さんリスクだと思ってる場合もあります。いいですか。名前出してて顔出してて、明日突然私死んでたら一番困るん、こっち側の人間めっちゃ困るで。東京都の職員困るやろ、共産党困るやろ、フェミニストの団体困るやろ左翼の連中困るやろ、左翼の連中困るやろ、あこいつら人殺すんやっていう風なんでダーって流れる。嘘かほんまかどっちでもいいんですよ。嘘かほんまかどっちでもいいんです。噂話っていうのはバン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 出回るということになるから、俺が一番死ぬとみんな困るんです、ね、そっち側の人たち、こう東京都の職員だけじゃなくてみんな大変なことになるんです。だから俺一番安全圏です。なんやったら俺が一番殺そうとするやつを要するにやめろっていうふうにしなきゃいけないっていう状態になるからです。ところが東京都の職員の場合はそうはいかないんです。守ってくれる人がいない。はい、守ってくれる人がいい。だから皆さん、ここがポイントになるんですけど、ひまそらさんやなるさんとかそういった人々が要するに亡くなったら、やべえこれ謎の死ができてるから危ねえじゃんって言って、俺ら要するに警戒の体制はですね、一歩間違えれば本当に戦争になる。いや変な話、ソ連が、ロシアが要するに北から攻めてきて、中国が沖縄にバーって攻めてくるっていうのは全然ありえる話ですか。これそうでしょ。それだけ力が強いってことになった場合に関しては、これもう本当戦争とかそういう世界に一歩間違えばなっても全然おかしくはないです。これはっきり言うんです。そんな状況やから俺発信してんからな、はい、でも東京都の職員に関して亡くなりましたって言ったら、私多分アンパン食ってるからですね、普通にハンバーグ食ってるからなんかしてふーんって終わりですね。一応言ってきますが、本当に東京都の職員が何人亡くなるか、小池百合子さんとかが死のうが何しようが知ったことじゃないんで、はい、っていうのは何でもなく、謎でも何でもなく死ぬ可能性がありますということ。これ黒か白かっていうこととは関係なくです。黒か白かっていうことと関係なく、ここまでずさんな管理やいい加減なことやってたっていう風な話になったとした場合に関しては、クレーム量だけでも相当な量になります。仕事量多分いつもの3倍とか4倍とかになります。ではもうプレッシャーとかストレスとか半端ないですよ。頭はげるよ、まあ、頭はげるぐらいだったらいいけど、ということになるので、どういうことになるかっていう話なんですけど、東京都の職員ですね、まあ、職員だけじゃなくて政治家とか諸々関係者一同になるかもしれないんですけど、まあ自殺するとか過労死とかストレスによるうつ病とかバンバン出ますよ。それはバンバン出ますよ。まず要するにお前んとこそうやってんのかっていうふうになるやろ。まず要するに住民から要するにバンバン電話かかってくるやろ。で住民じゃないところからも要するにバンバン電話かかってきたりとか、どうなってんのどうなってんのって確認の電話になるやん。俺の情報とか個人情報とかばらまかれてない大丈夫とか、その枝葉の部分とかも当然来るわけですよ。で、加えてどういうふうになるかっていうと、東京都の職員ですっていうことは自分の人間関係の周りでよく知られてるわけなんですよ。でそういった人々からも、お前東京都の職員だけど大丈夫なみたいな感じとか、お前んとこやっとんじゃんほんまはみたいな感じで、まあ、見られるわけですよ。だから友人からの目とかもそういうことになるんです。で東京都から要するに公金もらってた団体とかがもうお前んとこもらってんじゃんっていうふうな感じになるわけです。これはストレス半端ないと思いますよ。それで別にお前普通に平平ボンボンって生活できるんだったらみんな俺いいんだけど、いいもんっつって今日もさあクレーム電話何件行ってみようか、数えてみよう、せーの1で数えてみようとか俺クレームめっちゃ受けても別に全然平然としてるからはい、1,2,3,4,5 とかね、はい、5来たーとかね、今日は何件かなとか言って、お昨日よりも増えたイエイとか言って、前日比 80% アップみたいなね、はい
とも思わないですけど、はい、楽しいよねクレームシャル結構楽しいんで、俺じゃなきゃクレームは解決できないみたいな、感じになるんでね、はい、いうことになります。で、まあ一応だけ言っておきますが、別に東京都の職員の方でまあご不幸があられたりとかいろんなことがあったとしても、皆さんはちゃんと覚えとかなきゃいけないのはそこが大事なんですよ。我々が重要なことは、東京都の職員が何人死ぬかとか何人再起不能になるかとか精神病になるかって関係ないわけです。東京都の疑惑解明、これは非常に大事になってくるわけです。公金が不正に使われていないか、不正流用になってないか、またそれが全国に波及してくるんじゃないか、もしくは海外に流れてるんじゃないかとかいうことは、ちゃんと解明していきましょうね、ちゃんと見ていきましょうねっていうのがすごく大事なんです。いいですか。東京都の公務員になるとか、公務員になるって人間はみんな公僕を目指してるんですよ。いや、そうは思ってないって、そう書いとんやな。そう書いてるってことは、国のため、東京都のために死ぬっていうのはある意味当たり前のことや。な、東京都の疑惑をきちんと解明していかないといけないということになるわけなんです。それは要するに皆さん命かけてやっていくということになっていくわけだから、俺はどこがおかしかったんだろう、どういう問題があったんだろう、どういうふうになってたんだろうっていうことが解明されないまんま、人がお亡くなりになったよね、かわいそうだよね、悲しいよね、誹謗中傷だよね、名誉毀損だよねって言ってる場合じゃないんですよ。言ってる場合じゃないんですよ。言わせるようなことをしてる方がおかしいんですよ。はい、ということになるわけですね。言わせるように、あそこまでと、ちょっと沿ってたら俺も分かるぞ。推定無罪やからって言うんで、俺も多少やる。何個出てくるし、何個やらかしてるし、黒塗りで全部やってくるわって。それで我々は潔白ですって言うんで、それで通るんやったら、脱税者ゼロです。どんな決算書類出そうが、どんな要するに確定申告出そうが、追徴課税取れません。はっきり言いますけど。はい。で、二つ目ということですね。第二、第三の不幸な人を作らない。これはもう仕方ないわけです。いいっすか。今回こういう風になった人は直接的に関係ないですよ、間接的に関係してないですよ、直接的にも間接的にも関係ないですよっていう人がいるかもしれない。いいですか。第2第3の不幸な人を作らないとです。はい、これは直接的に問題があるっていうのは、まあ公金を不正になんかそのなったりとか、わけのわからんとか、ちゃんと要するに提出できてるかどうかわからんとか、そういう風な体制をそのまま見過ごしてしまった東京都の職員ですね。ここが一番本当は悪い、直接的にも間接的にも悪いいうことになります。悪いと思ってる、はっきり。で、それを次の世代に対しても、要するにその文化を残してしまったら、第2第3の不幸な人が生まれてくるでしょって。なんで私これ関係ないのに、なんで俺こんなことせなあかんのっていう話になるでしょって。だからここで要するにちゃんと海を出し切る、ここでちゃんと海を全部出し切る、はい、っていうことが大事になってくる。確かに犠牲は出ると思う、極端な話ね。じゃあ10人、10人とか20人とか犠牲が出ましたっていうような形になったとしても、ここでやっぱ海出し切らないと。それがもし完全に海出し切れないってなったら、また10年後10人不幸な人が出ます。また10年後要するに不幸な人が出ます。もっと言うと1年後かもしれない。1年後新人で入ってきました、10人不幸な人が出ました、うつ病になりました、生活保護受給しなきゃいけないのになりましたっていう人が、毎年毎年10人って出てくる危険性があるということになるわけなんですね。ということなんで、東京都庁全体というかね、東京都庁の未来まで含めた全体のことを考えたときにですね、第2第3の不幸な人を作らないためにも、要するにこういった問題に対して国民がちゃんと問題を見ていくと、ちゃんと問題見ていて、あ、それがそうなんだねと。もう私も暇そらさんいなかったら、もう早く公文書開示ちょっとしたいんですけどとかやりたいですよね。はい。さあ足引っ張っちゃうと嫌なんで、逆にね、暇そらさんの方がもうはるかに優秀な方なんで、私は何もしませんけども、はい、ということになります。よろしいでしょうか。なので、まあ皆さんね、東京都の職員が謎の死が出たとしても、ああ、まあしゃあないよねっていうふうな感じで、まあ見といてください。パニックを起こさないようにね。それに要するにニュースがダーって流れちゃうと、結局一番本丸のところ、その一番大事なところを忘れちゃうことになってしまうので、注意してあげてください。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。